どうもこんにちは、うぷぬし代理のキズナあかりです。ゆかりニュームです。今回も8月11日、ベタークルーリンクを使用した回です。ちなみに今回が最後です。たくさん楽しめましたね。そんな最後の役職は。インポスターからのロケッツ、打ち上げていこうぜ。ロケットは、この間の動画で見てもらった通りですね。誰かを掴んで引きずって、空高く打ち上げてしまいましょう。できればね、キノコを踏んで、煙に隠れたまま打ち上げたいんですよね。面白そうじゃん。打ち上げられた人、びっくりするでしょ。なので、キノコを踏んで歩きます。キノコボーン。あ、これは波動砲の音。しかもスーパーな波動砲だ。やばい。どうやらこっちは安全なようです。お、ノエゾンさん飛ばそう。うわー、ラギさん助けてくれー。出荷よー。出荷って危ない。私が吹っ飛ばされる。みーたーなー。もう終わりだよ、このゲーム。これを見て、生かして返すと思うなよ。そして無情にも死体が発見されるのであった。カフェテリアで死体を発見しました。ふふふふ。あ、でもそれ以外に二人死体が消えてるみたいだ。仲間になるんで見逃してください。え、なんで？ナノさん、なんて言いました？なんでもないです。なんでもないか。ちょっと完璧なボディを作りたいので。あ、そういうこと。なるほど。じゃあ誰にも見せられないように釣ってあげるよ。ひでえ。じゃあ体作りを頑張ってください。ありがとうございます。ノエゾウさんは波動砲が撃たれた時には生きていたんで、シルシラさんが弾にされたんだと思います。終わり。終了。話すことがなくなってしまった。参考までになんですけど、ジョカさんって嫌いな人とかいます？そうだな、嫌いな人はいないけれど、面白いものは見たいかなって思います。まさか仲間になるとは思わなかった。ボディービルダーだから死にたくなかったのね。これは美味しく成長してからいただくとしましょう。ノエゾウさんのキル詰められないかなって。とりあえずノエゾウさんは直接殺されてるんだっけ？そうですね、波動砲の後にジャングルの方に逃げて行ってたのは覚えています。とりあえず波動砲を撃ったのはホニャララさんだから。え、そうだね、波動砲を撃ったのはおえおえおうんさんだね。こっちも知ってて隠してるし。ノエゾウさんの方を撃うと、クールーンさんは波動砲を撃ってるから違うし。クールーンさんは違いますね。そして私は波動砲を避けたので。私も避けたので。そうなんだ。波動砲避けやすかったですよね。避けやすかったって。意外と死角があったよね。だからまあ、もう一発ぐらい飛んでくるんとちゃうかな。ナギオさんは誰が撃ったんだと思いますか？波動砲。え、私はわかりませんよ。そうだナギオさん、私は答えを知ってるから。一人挙げてもらえればイエスかノーで答えますよ。おお、探偵アモアスみたいですね。一回限りですけどね。誰だと思いますか？誰だろう。ナリスさん。うーふ。おおおおおおい、イエスかノーで答えなさい。イエス、イエース。もう黙ってたのに。これはしょうがないな。おい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 、黙っておくって約束だっただろうが。約束、約束。でもナギオさんが当てちゃうから。これは草。向こうは向こうで取引が行われていたのね。さて、ナノさんはそろそろ美味しく成長したかな。筋肉ばっかで脂身がないと美味しくないんじゃないか。だってさ、正解されちゃったら言うしかないじゃん。まあそうですよね。魔球さん。お、その声はナノさんだ。ナノさん、終わりました？終わりました。大丈夫です。よっしゃ、じゃあ見せてくださいよ。任せてくださいよ。お、ポージングかな？出たー。おぉ。おぉ、いいねー。決まってる。ふぅー。イエーイ。私もスピードアップ。地味だな、速度の変化が。イエーイ。よし、じゃあ、行きましょうか。うわあああああ。見逃したじゃないですか。イワシさん、イワシさん。ああ、飛んでいった。よし、満足いただけましたか。とっても。筋肉が飛んでいった。筋肉が飛んでいった。いいものが見れたわ。これぞ、筋肉ロケット。じゃあ、あと一人を頑張って見つけてくださいね。あと一人いるんだ。ピロヒコさんか園長じゃなかったら残ってるだろうね。ワンチャン、ラギさんが勝利をもたらしてくれるのではと思っている。ここからは割と普通のアモアスになるね。展開から見守っておきましょう。時にはサボタージュでサポートを。
これはもう打ち上げてくださいと言ってるようなものですよね、ナノさん。ですね。体出来上がるまで待っててくださいって、いや本当に面白いな。最高ですわ。ベタークルーリンク。あ、これは魔球さんを飛ばしそうだな。いけいけ。あー、マキューさん、華麗に避けた。足が速いから。ちなみにマキューさんは、シルシラサンタから足が速くなる役職を授けられています。助けて、助けて。すっごい逃げ足が速い。助けて、ヤギさんに殺されるー。どうしたんですか？ヤギさんに殺されるよー。殺される。全員集まってるじゃん。いけるぞ、ラギさん。やれ、ここでやっちまえ。ここで私は原子炉の扉を閉めるぜ。うわ、やってんね。うわ、密室になった。私たち、死んだぞ。あまま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 、ま、出荷よー。そういうこと。わばば言いながら飛んでいったぞ。通報だ、通報に行かなきゃ。魔球さんの足が速い。速すぎんだろ。速すぎる。これは次のサボタージュが間に合わない。魔球さんが速くなければ間に合ったのに。チョカさんが飛んでいった。ナギオさんがハリセン持ってた。え、なんで私？ナギオさんがハリセン持ってたぜ。いや、全員目撃してますけど。ナギオさんがハリセンを持っていたか。ここまでだ、お前のあれも。は？いやいやいや、ラギさんがナギオさんに入れるのはわかるけど、なんでナギオさんが自分に入れてるの？これはお茶目ってやつですかね。おかしいだろ。ラギさん、あのお茶目に制裁を与えてください。巨大ハリセンで制裁を。そうこだ、バコン。我々の勝利だ。ナギオさん甘えましたね。本当にバカ。こういう甘えを許すからナギオさんが調子に乗るんですよ。甘えを許さない協会会長のニコライさんが怒りますよ。あの人、協会兼任しすぎでは。ということで、なぜか勝ちました。ベタークルーリンク会はこれで終わりです。いや、本当に楽しかったです。でもカロリーが高すぎたんで1年に1回でいいねってなりました。これを頻繁にやったら過労死しちゃうよ。ということで、次回からは普通のアモアスに戻り、いや、まだ戻らないかも。まあ、次回をお楽しみに。ではでは、See you! いいねをお願いします。